はい、皆さんこんにちは、 B2Takes の奥山 PV です。皆様大変動画が遅くなってしまって申し訳ございません。お待たせいたしました。そうだ、まず前回の動画と比べますとだいぶ髪の毛をバッサリ切りました。そして髪の毛の色もちょっとベージュっぽくして、夏の男の子みたいな感じにしていただきました。そしてそう、この間ね、イベントに YouTube を見て来ましたっていう方が来てくださいました。すごーい、ありがとうございます。ぜひこの YouTube を見て、ライブ行ってみたいなとかイベント行ってみたいなっていう方がいましたら、ぜひぜひ皆さん遊び来てください。お待ちしております。というわけで本日は、僕の普段やっているスキンケアを紹介していきたいと思います。今日もライブ帰りということもあって、お化粧をねしてますので、まずは、お風呂に入ってきます。それじゃあ行ってきます。はい、というわけでお風呂に入ってきました。ヤンキーですお風呂に入ってくるといきなりヤンキーになるという僕の特徴です。はい、このままヤンキースタイルでお届けしていきたいと思います。まんじ、僕がまず使っているクレンジングから紹介していきたいと思います。それはこちらです。じゃらーん、チフレのウォッシャブルコールドクリーム N でございます。僕ずっとオイルとか使ってたんですけど、初めてこのクリームタイプのクレンジングを使ってみたんですけど、全然落ちる。なので全然ね、なんか肌にもいい方がいいなと思ってこのクレンジングクリームを最近使ってます。そして僕が使っている洗顔はこちらです。じゃじゃん、ビオレおうちでしてマッサージ洗顔ジェルです。はい、こちらはですね、泡立たない洗顔なんですけど、こっちのクレンジングでもマッサージして、そんでこっちのね洗顔でもマッサージできるんですけど、泡立たないから全然なんかヒリヒリしないし、こうやってくる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 って、すごい気持ちくて汚れもちゃんと落ちるので、あと毛穴がねすごい落ちるのでとても使ってます。顔もね乾燥してきたので早速スキンケアをしていきたいと思います。まず最初に使うのはこちらです。じゃじゃーん、無印良品の導入化粧液です。もうこんな使いました。これを化粧水の前に塗ります。なんかこれをすると化粧水のがすごい吸収してるくれる気がします。これをざっとパパパッと塗ったら、次は化粧水です。これは前の動画でも紹介しましたね、キュレルの化粧水です。エイジングケアシリーズです。この化粧水も数プッシュぐらいして肌になじませます。すごいトロトロしててめっちゃ保湿されていい感じです。さすがエイジングケアシリーズ。はい、じゃあ化粧水をしたところで、こちらセレンミラノ CC シミ集中対策美容液を塗っていきたいと思います。最近合宿というのにも行って、すごいね肌も日焼けしたので、このビタミン C 導入剤をだいたい1,2,3,4,5,6,7,8 8.5 ぐらいお肌になじませます。これも顔にペタペタ塗っていきます。もう基本的に特別なことは一切しておりません。はい、続きまして目元美容液を塗っていきます。使ってるのはこちら不老不死まつげ美容液です。今までいろんなねアイクリームとか使ってるんですけど、すごいなくなっちゃったので、
急遽寝かしのやつを使ってます。なんかまつげ美容液って書いてあるんですけど、なんか目元全体に張りを与えてくれるらしいので、塗ってます。こう優しく塗ってます。そのクマとかも気になるので塗り終わりました。もう適当です。はい、それじゃあ最後クリームを塗っていきたいと思います。使ってるのはこちらです。ニベアのスキンケアクリーム L、 あ、間違えた、ニベアソフトスキンケアクリームです。このニベアめちゃめちゃ好きなんですけど、夏はちょっとニベアの青缶だと重いなと思ったので、このソフトっていうのを使ってみたらめちゃめちゃ軽くて、ニベアよりも軽くて、でもちゃんとしっかり保湿してくれていいなと思ったので、これを使ってます。しかも値段もめちゃめちゃ安いので、もう使い放題です。そして最後にリップを塗ります。使ってるのはこれです、モアリップ。あの、寝てる間もすごいね乾燥するので、これを塗ってからお願いしてます。というわけで、以上が僕の普段やってる夜のスキンケアでした。もうほんと見てわかる通り特別なことは一切しておりません。もしなんかこの化粧水いいよとか乳液いいよとか美容液いいよとかあったら教えてください。というわけで、今日は僕が普段しているスキンケアでした。ここで一つお知らせさせてください。8月27日に僕たち B2STAKES が12人になるんですけど、そのお披露目ライブが川崎クラブチッタさんにて、開催されます。初めての方はチケット代半額です。ぜひぜひ皆さんこの機会にお友達誘って遊びに来てください。詳しくは僕たち B2STAKES のTwitter、ブログ、ホームページをご確認の上ライブにも遊びしてください。というわけで今日はここまで。以上、僕は間違えた。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、おやすみ。マジで